ヒロ、ネルさんが病院に会いに来てるぞ。え、俺に会いに来てるのか。なら、行くわ。じゃあ、行くわ。了解。絶対会いに来てるわ、嘘。もう、これ嘘ですね、これね。これ真っ白パイセンのパターンだね、これね。違う家買ってた。ああ。久しぶり。久しぶり、元気？え、きしょ。おっと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 、お前元気か？てか、生きてたの？そもそも生きてたよ。本当に？久しいな。お前も生きてたか。はい。クリスマスは遺伝子。うん。バレンタインは遺伝子。あれ、まだなんか、いや、いなかったの？そっちじゃね？え？クリスマスは明けましておめでとうの時いなかったんだわ。さ、新年いなかっただろ。それは無理やん。それは無理やん。え、バレンタインでいたのか？じゃあバレンタインだよ、僕。あ、そう。あ、そう。じゃあ何か用意してたか？え、だから、いないからだから用意してないよ。あ、そんなことある？いないから用意しなかったってことある？うん。だって、渡せないじゃん。いや、用意されてたらね、その日だけでもね、来てたかもしれないのに。あー、後付けね。はいはいはい。はいはい、わかった。てか、家ないんだけど、ね、家買っといてよ。違う、しかも、あれだから、他の警察署員が知らずに、あの、前あった家のところに家買ってるから。あそこ欲しがる人おるん？あ、でもね、家っていうか、なんか警察の訓練所になってる、あそこ。あそこ訓練所射撃訓練所になってる、今、あそこ。あ、そうな、あそこ家あるんだ、じゃあ。そう、あ、何？何？あ、僕じゃ。お、誰だ、その男、おい。いや、違う、着信音ね。他の男のお前歌の、他の男の歌声をな、そうやってな、他の男の歌声を着信音にしてさ、お前そうやって、ああ、そういうことするんだ。なるほどね。他の男の歌声をそうやって。戻ればいい？警察署。ああ、オッケー、ありがとうね。どうすんだよ、ヒーロー。どうしようかな。まあ、送ってきなよ、ヒーロー、君が。送ってってやるよ。かわいい？あ、サブローがね。ん？あ、違う、ヒーローはあの可愛いわけじゃないよ。いや、分かってるよ。あ、分かったの。分かるだろ。よし。本書？あ、よし。あ、すごい、なんかずっと、遅くない歩き方。噛み締めてやってんだよ。踏み締めて。噛み締めてやってるってなんだ。踏み締めてんだよ、地面をな。噛み締めてるってなんだ。噛み締めないで。やめてくんない？それは。ごめん、歪んだ。ごめんね。本当にごめん。本当にごめんね。噛み締めないで。やめてくんない？それは。普通に。ごめん、歪んだ。ごめんね。ねえ！本当にごめん。なんで？ねえ、バカだろ！ふざけんな！もう！おい！ふざけんな！大丈夫ですか？もう RTA してるって。もう。いや、直す。抱えられたまま瞑想行かれたよ。ああ、分かってる。ざまあ見やがれってんだよ。俺悪くねえから。いや、マジバチが当たっただけだろ、これに関しては。大丈夫か？ああ、大丈夫か？こっちは落ちないんか。いや、大丈夫なわけあるか。圧がついてんだよ、こっちは。落とされたわ。あれ、生きてたんだ。てか、いや、生きてねえよ。ダウンしたわ。あ、ダウンしたん。ふざけやがって。あ、そう。それはそれは、かわいそうに。ずっとなんか炎が。なんかそうなんだよね。なんか、ライトアップね。なんかそうなんだよ。ライトアップ。これ消えなくてさ、なんかキツネビみたいになっちゃったんだよね。いや、やばすぎ。あれ、逆じゃねえ。てか、逆だね。そろそろ本社の場所覚えてもらっていい？いやー、ほら、3ヶ月ぶりだしさ。何してたん、3ヶ月も。いやー、俺が聞きたいよ。何してたんだろうな。え？自分でわかんないんだ。まあほら、また家買っといてくれ、頼むから。また住み込むから。いや、僕もお金ないから買っといて。なんでお金ないの？ 3 ヶ月 いたじゃん、そっちは。いや、待って。本当にね、ガチで警察お金たまんないから。あ、そうなんだ。マジでたまんないっていうか、もう本当にチカチカするからやめて、それ。いや、やりたくてやってんじゃねえんだわ、これ。本当にチカチカするからやめて。ファイヤーボールみたいになってるから、これ。投げつけんぞ、これ。なあ。お尻から火出てるんよ。風。うん。また割れ直していいぞ。取れねえんだ。ケツからずっと火が出ちまってよ。事故？
字じゃ、字こんなふうになんないだろうな。あれヒーローの字、字大丈夫か。字じゃないよ。あ、字じゃないか、絶対頑張るだろう。なんだその服装は。なんだ、なんだそれ、お前こそ、なんだその服装は。なんだちょっと、サダを見せすぎじゃない、ちょっと。え、かわいいでしょ。かわいいけど、けしからんぞ。でも、ネルセンも座ったんだけど、同じ格好だよ。なに、おい、ネルもか。お前そんなセクシーな格好でやってんのか、仕事。セクシー。そうだよ。なんなんサブローも、サブローも持ってるよね、このか。持ってる。え、ラケラ持ってんだ。帰ったよ。よし。あげる。シルブレでデートするの。別に普通だけど。え、今日デートですか。おっと。飲んでみ、飲んでみ。それだけちょっと特別なんだよ。知ってる？ほら。今日でも初めて知ったんだけど。それだけちょっと特別。何？おお。え？なあ、その胸元のハートみたいなやつはな、それ。かわいいだろ。そうなんだ。そう、ジャブラのも見て。これ胸という理由で高い。サブラもいいじゃん。そうなんだ。え、もう女性のスワットの服、これにしよう。ちょろ。タコスも作りに行こう、これ。わ、今食べたよ。エッチだよ、それは。ちょっとエッチだな、これ。胸元のさ、ハートのところのさ、タトゥー入ってるのかっこいいな。え、これベスト外したらどうなの、それ。レンズクルベで入ってきた。ベスト外していいの？まずいか、まずいか。あ、でも確かに。おっと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 。バニランドとかめちゃくちゃさ、個性的。ベスト外してもベストあるサブロー。え、なんで？ 20？ なんで？また漁師かみたいなね。20だ。ホットドッグがいたらもっと。サブローは多分な、この町の誰かが守ってるんだ、サブロー。町自体がね、町自体が守ってやめなさいって、やめなさいって、サブローには。LINE が、LINE めっちゃ見えるじゃん。LINE？ ボディのね。ボディライン。ボディラインね。あー、え、それ僕の見ていった？あー、そうなんだ。赤と、え、何ですか？お、別の女の人のやつだったら結構違う。あっとっと。おなずきとか、サブローの見たんじゃないよな。またロケラン撃っちゃうかな。なんでそっちに撃たれんだよ。着目点が結構。エッチだと思います。あの、時空飛ばします、やり方あります。怖っ、何や時空飛ばすって。ああ、いいと思う。なんだ時空飛ばす、タイミングエグいってな。俺手錠されたまんまやって。まあ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 、まだいるでしょ多分。これでいなくなってたら絶対許さんからな。おはよう。おはよう。ヒロ、おはよう。おはよう、おはよう。おはよう。いろんな種類出てる。あ、これ何？あれ、手錠かけられても強制メス入ると取れんの？今までは取れなかったと思うけど。本当よね、取れてら。え、明日見たらないとか？明日ある補修がない。なんだ？じゃあこれナズピから直接。おい、何してんねんよ、ほら！おい、え？え？あ、びっくりした。夢か。キーボード販売してるっぽい。なに夢かこれ。あれじゃん。ああ、どうした。あらあら。ねえ。うん。あ、ゆか先生おはようございます。三ヶ月放置するって。うん。どうなの。いや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 、どうなのって。わけがない私が。どうなの。怒られてる。なに、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 ごめん。三ヶ月。どうなるんだ。すまんすまん。放置するってどうなの。放置してたか。え？かわいい。確かに連絡入れてなかったな。ごめんな。うん。うん。え？そ、え？だけ？ごめんな、で終わり。今助けます。そんなこと言ったってな。なん、じゃあこの時間あるときどっか行こうよ。行かないじゃん。な、行くよ、行くって。行かないじゃん。行くって、なあ、行く行く。もうそれでもかなってよ。すいませんすいません。遊園地とか行こうよ、遊園地の。ほら、なんかほら、ヒーローはもっとネルさんのこと大事にした方がいいよ。サブロに言われてるわ。3ヶ月連絡なしでいける女の子なんて一人もいないんだから。確かにそうだよな。もう退勤したら今日は。俺なんて中学生の頃だって夏休みゲームしてたら振られたもんな。もう退勤したら今日は。自然消滅しててもおかしくないよ。中学生の時にゲームしてた。あ、俺高校生の時アラド戦記にハマりすぎて、あの、一回もLINE会談の今日は退勤したらどうしよう。もうボットみたいになってるもんだって、ヨサさんが。もう人もいっぱいだし、いらないわ。いらないわ。3ヶ月ぶりなのに、ヨサ先生。本当にいい男なんだよ。いらないわ。サブラ君。いらないわって言われちゃった。いらないわ。連絡なしで分からない。でもほら、ネルは忙しいんじゃないか。忙しくないわ。忙しくないことあんの。ヒーロー貸してあげるからネルさん。早く今すぐジョブを切りなさい、二人とも。貸してあげてくれないか、二人で。うん、行ってほしい。ねえ、今忙しくないわよね、サブローさん。うん。ほら、
レイオンのエアホッケーとか楽しいよ。なんだなんだなんだ、エアホッケー、レイオンのエアホッケーとか楽しいよ。知らない。やるか、行ってな、行ってきな、今お前か、じゃあやるか。なんかエアホッケー、エアホッケーするか。そうか、いやなんか警察の方何人かいらっしゃるか。俺もないよ。エルさんゆっくり帰ってきてね。ありがとう。いやー、で誰に言われたんだ。何が、誰かに言われたんじゃないのか。何で分かったの。分かるだろうな。何で分かった、誰に言われたんだ。いや分かんない、分かんない、それが分かんないんだよ。誰だか分かんない人に言われた。え、誰だか分からない人に、うん、彼氏とはまだお付き合いしてるんですかって言われて、あ、でも3ヶ月分に今日会ったよって別れてないよって言ったら3ヶ月会わないって、うん、それ大丈夫なんですかって言われたからいやまあまあまあ寂しいけど、寂しいけどだ、なんだよ寂しい、よく言ったもんだな、おい、なんだよ。はあ、そう、うん、いや寂しかったら連絡の一つや二つくれてもよかったんだぞ。返事しないくせに。いやいやいや、そんなことないですよ。うん、そうかそうかって言われて、うん、そう、じゃあ3ヶ月放置するってどうなのって、うん、あの自分で聞いてみたらって言われたから、ああ、まあ、ちょっと聞いてみるよって。そんなこと言ってくるのおかしいなって思ったもんだって、病院で。どうなの、なんでどうなの、助けてくれ了解です。真似しないで、気持ち悪い、助くな、ちょっと、いやわけないだろ、助けは本校言うな、早く家買って、家買う、家買ってよ、いや欲しいよな、うん、早く家買って。今いくらあんの。1億少なくない、何買ってんのそれ。 ね違うよ、警察は金たまらないの。了解です。え、1億しかないの、使ってるじゃん、うん、絶対に使ってない、マジで使ってない。本当に言ってる？ガチで使ってない。はい、了解。え、カジノ行ってた時は、あ、ん？あ、ちょっと待ってね。え、どれどれ？エアホッケーって。の、これじゃないか。あ、すげえ。どれどれ。分からせてやりますか。はーん。え、これで？できる？あ、来た来た。ハックの速度は10だな。最大スコアは。ちょっと一旦警察署まで行ってます。あ、始まっちゃった。市民パスの箱を阻止する。早くして。今写真撮ってるから早くして。了解。あ、おもれえな、これおい。阻止する。おい。スピードってな。え、入ったの今。え？え？今入ったの？え、入ったのそれ。は？何？え、入ったのこれ。は？え、どういうこと？え、セーブって何？セーブって何？っていうか、なんか全然スピード出ない。え、ここ、あれ、なんだセーブ、セーブってなんだから。いや、わからん。セーブって何、守れたってこと。おいー、いや、そういうことだ。あ、でも、防いだ感じじゃない。え、セーブって何だったの、結局。わかんない。あぶね。え、守ったらいい。何しんやふざけんな、よーわーざ、おいほい、おいあれ、あれれれれあれ、うーん、うん、ここきしょえ、何と戦ってるの、あなたは。知らないよ。え？なんか、なんか普通に阻止できませんでした。普通なんか、まっすぐ撃っても防げなそうじゃね？対応してくださっています。うるさいな。マスノリはどこだ、マスノリは。下手くそすぎるやろな。なあ、これさ、位置が悪いわ。いやいやいや。青だったら、はい。青だったら勝ったわ。いやいや。下手くそすぎるだろ、ちょっと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、やばい。ほい。いや、それ何なんだから。よーし
勝ち方気持ちよ、こんな感じになるんだ。ふざけんな、なんなんこれ。ちょっと弱すぎるか、あなた。うざいな。じゃあ違うから、これ青にすれば勝てる。いや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 、これ1000万 かけといたから。やばそれだからさ、終わってるよ。ねえ、ねえ、ほんとになんなんそれ。は？いや、え？弱すぎ。なんでこんな力弱いの僕の。え、どういうこと？え、どういうこと？解散だ、解散だ。なんで？やったなんで？センス、センスだよこれは。もうなんでこんなに僕の弱…あ、はい、あ、もうや終わってる。なんでこんな イライラせん、これ見てる衛星は。な、もうもうむずかゆくてたまらんやろな、これ。うちの衛星はそんなことない。あな、誰と戦っとるのさ、なんかもう。いきますよこれ。あ、もう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 、あ、すげえ視界で見えるんだ、シュールな動き。もう弱すぎて話になんのよこれ。これなんか自分と戦ってる、なんか楽しそう、楽しそう。やばいよ、やばいよ、ほらほらほら来ちゃうよ、ほらほら、これ来てる。あ、よし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 、おれおれ、おい、はい、おれ、はい、ああ、入っちゃうねこれね、ほれ、はい、ほれ、うっか、あ、だ、俺東京フレンドパークでね、これも学んだから俺は。懐かしいの東京フレンドパーク。ここ。それ世代出てない？あ、あ、なるほど、これ何秒以内に相手のところに入れないといけないみたいなのあんだ。あ、そうなんだ。危ね。え、成長しない？あ、俺寝るんだろ、とかった。攻めすぎだろお前ら。え、でもこれ、これめちゃくちゃ面白いですね、マシュロパイセン、これ。あ、でもね、寝るちょっと弱すぎて、ちょっと話にならないから。よし、1000万。ちょっと待って、なんかキャップいるんだけど。え、寝る弱すぎやろ。弱すぎるんよね。弱くねえわ、キャップ。よー、久しぶりだな。なんか色違い。あ、2P カラーだ。あ、2P カラーなんだ。あ、BMC バージョン。あ、BMC バージョン。水色の方が好き。ヒロ、わかった。はい、え、病院に忘れ物をしていたわ。キャップは4月から帰ってくんだぞ。あ、そうなの。そうだよ。ダメよ、忘れちゃう。ありがとうございます、すいません。本当喜べ。この町のな、キャップがない間に愛と正義が失われつつある。まあ元からないけどね。うん、ないよないよ。終わったわ。うん、この町に愛と正義なんてないから。え、じゃあなんであなたたち、あ、これじゃあ古いバージョンだった。あ、いいやん、え、久しぶりやな、それ。これ、え、じゃああなたたちはどうして付き合ってるんですか、愛も正義もないのに。ん、なんとなく。おいおい、何言ってんだよ、ネル。今日はお前に渡したいものがある。あ、やばい、ちょっとあっち行こう、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 離れろ離れろ離れろ。くそ、あっち行こう、あっち行こう、あっち行こう。お前のことを忘れてるわけないだろ、俺が。ほら、絶対今もらったやつやな。絶対今もらったよね。今もらったよね。花束だ。バラの花言葉知ってるか。こんな永遠の愛だ。臭いな。チューリップだよ。え、これチューリップ、え、チューリップじゃん、ほんとじゃん。おい、チューリップじゃねえか。チューリップの花言葉知ってるか。知らない。チューリップの花言葉はな、お前を愛しているだ。え、本当に？チューリップの花言葉は博愛や思いやり。違うじゃねえかよ。博愛だろ？博愛って何？まあそのヒロケにヘルプね。何？何だ？うん？博愛って何？博愛っていうのはほら、おー選挙してきたけど、なんだこれ。最近して、いろいろ免許を持って取ってきます。いいぞ、全部取れ。いってらっしゃい。あれだよほら。いらまあ、ごめんなって、3ヶ月間放置してごめんなの花束だ。あら、
怪我をしているのだ。ああ、許してあげるか。いいのよ。でもさ、俺さ、お前に1000万のさ、お前1000万のさ、指輪渡したやんか。あれどこやった？あれよ、持ってるよ。持ってる？うん、持ってる？持ってるよ。バレンタインもらってないけどね。あ、なかっただろ。バレンタイン。そういえば、あの会場レストランにすごい楽しいのあったな、イベントが。楽しいイベント？会場レストラン行くか。行くか。会場レストランか。楽しいイベント。スワンボート体験。何これ？宝の地図付きフェアチケット。あ、これか。え、これじゃん。宝の地図付きペアチケット。500万円宝、じゃあ500万だって持ってる。押して、いいよ。あー、行くぞ。ネルって何が欲しいの？おね、あんま言わん方がいいよ、そのもっと、なんか可愛いもの欲しかった方がいいよ、なんか可愛いもの？うん、かわいいもの？まあでも財産財産目当てだとしたら俺ないよ、うん、え？じゃあやめようかな。え？やってる？そもそも。あ、誰かバカジャさんの連絡先を知ってる人いませんか？連絡先は知ってるけど、どうしたらいい？会場レストランを開けるんじゃなかったと、電話くれたら開けるって感じらしくて、3分前にツイートはあるから開けてくれそうではあるんだけど。電話しますよ。お願いします。あれ、すいません、もしかしてお客さん？あ、お客さんです。ありがとう。お客さんか。いや、たまたま店開けようと思って。あ、すごい、そうなんだ。ちょっと待って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 、え、マシロパイセンから何も言われてない？言われた。ああ、よかった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 。あ、そういうことか。そういうことか。ああ、よかった。だよね。もう完全に伝えてもらってないのかと思って。ごめん。よかったと思った今。すらすらしい感じでした。ごめん。ちょっとなんかたまたまの方がいいかなって思った。たまたまだろとか思って。ああ、そういうことね。たまたまの方がなんかいいかなって思ったんで。ごめん。よかった。いや、そう、宝の地図をお求めらしいね、お二人は。はい、まだ何も言ってなかったけどね。聞いちゃったから。もうなんか勝手にコースまで予約してくれたみたいな感じの。あれ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 、あ、そうなんだ。あ、まず話聞こうか。宝の地図を欲しいな。やってみたい。これツイッター見た、ツイックス見たんだ。はいはいはい。あ、これ見て来てくれたんだ。うわ、ありがとう。じゃあぜひね、この宝の地図をね。なんだこれ。こうしてこうしてこうして。え、カラオケもあるの今？え、カラオケもあるよ。ありますね。え、カラオケいいな。カラオケでもちょっとね、事前説明が必要になってくる。あ、ちょっと30秒待っててもらってもいい？オッケー。歌どうなの？歌は歌えない。歌えない。ちょっと友達連れてきた。おー、こんにちは。あれ、あれ、ピンコちゃん？ピンコでございますわ。どうもどうも。癖強いんだよな。さっきのもピンコですわ。大丈夫？なんかさっきから設定みたいなガバガバじゃない？なんか設定違うんですか？ああ、そうないね。ないない、そんな。なんだなんだ、結構なんか裏を感じるけど、なんかさっきから全然ないです。たまたまそのカラオケの話しててピンコがいるなって思って。そうなんか聞きたいかなと思って。そうカラオケ聞きたいですの？カラオケ、いや、気になってるって感じで。どんな感じなんだろうっていう。そうですわね。どうさせるといいと思う？バカちゃん、歌枠みたいな感じ。気になるんだったらもう説明とかだけでも全然。
怪しくないからなんか久しぶりに会った大学の友達みたいな爆笑法みたいな説明だけでも聞いてくれない説明だけでも聞いてくれないからちょっとやってんだよなじゃあまずは今日はね、はい、宝探しを楽しんでもらおうと思って、じゃあ お支払いはどうする？別々で払う？それとも、あーじゃあ全部この人が言わせろよな。言われなくても払ってたわ。払ってね。いつも払ってって言うからさ。うん、いつも払ってもらうけど。そうなの。最悪だよ。払ってもらうんですのね。よし。はい、オッケー。よし。よし。どうやら宝が欲しいそうだな。おー、口を変わった。まだ言い直し始まった。な、な、お金払ったからもう始まるんだよ。あー、物語は始まるんだよ。あー、よしよしよし、なりきらない。宝が欲しいようだな。むいかにも、私が宝を求めているものである。うん、なるほど。うむ、ならば、我々が用意した宝の地図を授けよう。あー、私がもらおう。あー、これじゃな。もし、あー、もう一人そこの女、うん、女に渡してやろう。ああ、そこの女に渡すといい。渡せたか。ああ来たの。おいしい。おっさんしかおらんの、この屋根の登場人物。男女二人にそれぞれ地図を渡したな。うん、そして男の方、男、ああ、うん、そちらにチケットも渡したぞ。ジェットチケット、なるほど。なんだこれ。ああ、それでスワンボートに乗れる。なるほど、スワンボート。で、地図の通り宝の家を探し当てることができれば、我々が見つけた財宝を少しだけ分けてやろう。少しとは言わずに全部くれ。いや、少しだけだ。少しだけか。がめついな。でも聞き分けがいいな、助かるぞ。じゃあスワンボートの乗り場へ案内してやる。スワンボート、こっちだ、ついてこい。ああ、ついて行こう。どうだ、そこの女、楽しんでるか。ああ、そうか、よかった。ああ、ここから先は2人だけでの出航になるからな。分かった、長旅になると思うな。スワンになってない。スワンになっちゃってるよね。逆にね、一周回ってこの荒波に飲まれずに無事にたどり着くことができるのかな。ちょっと波が高いな。うん、冒険日和だ。スワンボートにはちょっと思いっきり高いな。スワンボートは飲み込まれる。スワンボートそもそも海で使わんのよ。まあそれはそう。まあ気を抜くと塩水をガブ飲みすることになるからな。いや、それぐらいやっぱ公開だな。やっぱそれぐらいあった方がやっぱ冒険というか海賊というかね。うん、ああそうだ。ああ、いい心意気だな。楽しみだ。じゃあここのはしごを気をつけて降りるんだ。わかった。気をつけないとどうなるか見せてやろう。おお、なんだ。え、こうなると。あー大丈夫か。大丈夫か。体張りすぎじゃねえ。そしたら運転したい方はどっちだ。してみるか。あ、運転したいって言ってる。なんでだ。そうか。いいのか。運転したい。まあ、途中で変わっても大丈夫だ。行きと帰りで変わっても大丈夫。ああ、なるほど。オッケー。まずじゃあ行き運転するやつがここのこのオレンジのおじさんの前で。そうだ、よくできたな。ああ、まあな。さすがだな。でかっ、でかっ、うん、すごい。で、これ、いや、離れてる。おい、何してんだよ。仲が悪いのか。なんだこれ。俺は前を見る、お前は後ろ警戒しろ。仲がいいな、それは。ダメだ、これ必ず。あ、それで、あの、乗車であれば、座席を、この助手席に、で、こうだな。完璧だ。なるほど。OK、これで楽しんでくる。よし、それでは出航だ。出航。いってらっしゃい。でてんでてくてんでてんでてんでてくて。でてってくてて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 。と。あ、分かった。早くないね。答え分かっちゃった。早くない？もう分かっちゃった。何ハートって？あの、あれだよ。浜辺に今ハートあるじゃん。知らないけど。え、あるよ、今。ハートのオブジェクトみたいなやつ3つ刺さってるよ。
浜辺それを正面に見たときに見える。ああ、うん、他の男と行ったんだ。ちげえわ、浜辺にやってんだよこっちは。そうか、3ヶ月も会えてたらそうなるか。そうか、どこどこ、こっちやめろそれ、喧嘩してそのじゃあもういい降りるみたいな、やめろそれな。ね、下手くそやな。そのままいやいや、これマックススピードだわ。え、遅っ。いやいや、ぐちぐちスワンボート、斜め左ぐらい、スワンボートだよこれ。そう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 、こっち左かな。やばい、爆速で分かっちゃったなこれ。そんな、いやそんな簡単じゃないよ。いやめっちゃ簡単だよ。いや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 、そんなわけおる。右に見えるでしょ、ハート。見えた見えた見えた。待てよ、これを正面に見てもらって。正面、これを正面に見る。もっともっと前に行ってもらって、髪と同じようにすればいいね。なるほど。だからそのまま、そうだね、浜辺の方まで行ってもらって、これで浜辺に行く。混んでる家ってどれだろう。ここで降りればいいんじゃない、一旦。そういうことか。よし、やばい、流されていかないかなこれ。大丈夫かな。まずい、まずい。で、いや、レンタル品だからこれやばい。ちょっと取ってくるから待ってて。いやいやいや、二人で行こうやな。バカだれ、二人で行こうやな。何やその取ってくるから待ってて。乗れなくない？大丈夫なのこれ？大丈夫でしょ。え？ほらほら、いや流れてっちゃうんだよな。そんな宝物なんて二人で見つけたみたいなのが一番大事なんだから。そんな取ってくるからみたいなないからな。よし、でこの赤いやつから見えるオレンジ色の屋根だろ。うん、右端から見えるオレンジの屋根の家に眠る。へっこんではねえんじゃねえかこれ。オレンジ色だったな。あ、これだ。これじゃない。あ、これか、これじゃないの。ごめん、これっぽいか。うん、え、これどうすればいいんだ。入れるそうか。いや、入れない。あ、なんかある。あ、なんかある。よく来たな、心の目の扉に刺すれば道開かれる。おお。え、すげえ。おお、なんだこれ。え、すごい。うわあ。なんだこれ。部屋の中を散策せよ。ただし室内で撮った写真は SNS で拡散禁止。仮ボートがなくなり困ったことあったらイエローページから電話して。部屋の中を散策せよ。散策？そう、インスタ映えみたいな、その翼授けないで。写真禁止って書いてあるからな。あ、そうか、撮れないや。写真禁止か。あ、でも SNS に上げるのが禁止だから別にいいのかな。じゃあほら足舐めろよ、ほら。は？何してんねん。おい、同タイミングでやめて、ね、大空に羽ばたくための翼を授かりその証を残せ。あ、じゃあ翼を授けた写真を撮るんじゃない。そういうことか。撮って、撮るぞ。3、2、1。おお、いい感じ。あ、いい感じ。もう名前か、取っていいか。ああ、オッケーオッケーオッケー。よし。ああ、エモートしてくれてたのか。俺全部自撮りしてたぞ。は？いったカメラ中だよ。は？やばすぎるな、お前マジで。もう一回やすまないな、やってくれ。は？いや、今までの僕の、は？そうなの。何それ？よし、じゃあ二人で撮ろうこれ、これな。お、いい感じじゃないか？よし、撮るな。いや、今からだ。
は？え、いや、え、何撮ってたの？え？は？かぶってたんだよな。いや、こんな難しかったっけ？二人でと思って。あ、え？風景にすれば。え、むずくね？見るだけを行こう。よし、行くぞ。え、自分撮った？これ。いや、俺は撮った。え、翼授けてるやつ？うん。よし、オッケー。かわいいじゃん。本当に撮ったんだよな。撮ったよ。自撮りじゃないよな。自撮りじゃないよ。ならいい。いやでもすごかったなぁ。ね、よくわかったな。早いな。なんか大型太陽さ、客船でここ来るじゃん。あー、なるほどね。浜辺とかでカーチェイスになるから、なんかすぐ分かった。そういうことか。え、これ座れんの？これ分かんない。え、なんなんこれ、まずそもそもブランコじゃない？これブランコ、ここブランコなんだ。へえー、かわいい。あー、なんか俺身長低くね。ちっちゃ。違うな、これじゃねえんだよな。これか。なんでやねん。気持ち悪いな。今日も仕事頑張ったの？ん？頑張った。頑張ったの僕だから、それやる側が逆なんだよね。うん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 、頑張っていたいね。うんうん、いっぱい聞いてあげるから。うんうん。うんうん、耳元で言ってごらん。うんうん。今日の仕事どれくらい頑張ったの？うんうん。めちゃくちゃ頑張った。めちゃくちゃ頑張っていたいね。うん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 。うんうん、何してんだよ。行くぞ。あ、これニトロとか使えないのか。使えるわけないだろ、粉々だろ。さすがに、ああ、さすがにダメか。こういう時にトークを楽しむんじゃないか、やっぱり。あー、なるほどね。うん、面白い話してじゃあ。面白い、いやでもなんだろうな、なんかいい人とかいたか、俺がいない間。いい人ってなんだ。なんか気になる人とかできたか。どういう質問をしてんの。どういう質問をしてんの。え、どういうこと。あ、ない。なんかさ、寂しくてその心の隙間を埋めてくれるような人ってこと。そう、いたか。別にいないよ。いないか。あー、何だと思ってんだ。で、私が G かな。いた。ああ、そういうことか。あ、オッケー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 。へえー、すごいな。で、写真見せればいいのかな。多分そうじゃないか。でもなんか所要時間30分って書いてあったから、やっぱりそのぐらいなんだろうね。おー、軽めにできる、なんかクイズ的な。確かに確かに。あれか、推理系得意なのか。全然。まあ、そうだよな。は？痛い。甘いぞ。あー、もー、はい、見つけました、僕が見つけました。僕が見つけました。僕がこの悪党よりも先に僕が見つけました。僕が死ぬ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 。最初に答えたのに。僕が見つけました。どちらが先なんだ。僕です。はい、僕です。僕です。私が話をつけてくれ、しっかり。じゃあ写真は持ってるのか。え、写真撮ってってお願いしたから、そっちにあるん決まってた。持ってます。僕が写真を持ってます。お、男が持ってるか。ああ、私が写真を。いや、男が見つけたってことか。はい。じゃあ証を示してみろ。はい、これです。おお、やるな。はい、この後ろにはネルがいたんですが、僕がかぶさってます。もう1ミリも映ってないぞ。ふざけんなよ、マジで。どうなってんだ、こいつ。体を鍛えすぎだろ。だとしたら、じゃあネルに潜ってやるよ、ほら。あ、じゃあみんなに潜ってやるから、写真な。おい、1ミリも映ってねえじゃん。ふざけんなよ。一応あるから。やばすぎだろ。ああ、やばすぎるな、お前。ああ、僕が撮りました。ま、僕がもらえるんですよね。まあ仕方ないな。もうさよならしようと思います。おー、ありがとうございます。素敵なスワンボート、ありがとうございました。あらあらあら、なんだこれ。相手のことをちゃんと見極められた気がします。スワンクリスタル。まずいぞ。今二つとも男に渡したがな。はい、どうだこれ。大事に使わせてもらいます。使用するとな、消えるから気をつけた。わかりました。じゃあ2個あるんで、これ1個は使っていいってことですよね。あ、まあ、わからん、その、
それぞれに任せてるかな。なるほど、わかりました。何回はその1個ずつ分けたりとか、2つほら見てごらんって渡してる。その手があったか。あ、そうか。そんな、うん、他の者たちによるから何とも言えないが な、うん、確かに2人ある、2つあるってことは分けることができる。あ、確かに欲しい、あげるよ。せっかくだし。めっちゃ銃持ってる、めっちゃ銃持ってる。あげるよ。ショットガン持ってる、ショットガン持ってる、ショットガン持ってる。持ってる。せっかくやし、せっかくやし。おお、分けてやってんだぞ。分けてやってんだぞ。おい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 。なんだ。ちなみにだな、その二つ一回並べてみるととっても可愛いというのが、その、めちゃくちゃ可愛いからちょっと並べてみてくれよ。すまないな、喧嘩中に。言われて。いやいや、俺ちょうど並んでたからさ、俺のバッグの中ではいい感じに。あ、可愛いこれ。可愛い、ありがとう。ありがとう。ありがとうねー。分けてやったぞ。ありがとう。これ素敵だ。仲良くするんだぞ。あ、ありがとう。うん、ありがとうね。ありがとな。ありがとな、うん。またじゃあなんか企画持ってるね。お、ありがとう。また遊びに来る。カラオケもまた調べてやっとくね。ええー。ありがとうね。いいね。今度カラオケ行こうぜ、カラオケ。あ、いいよ。うん。よし。待っておりますわ。うん、ありがとう。ありがとうな。ありがとう。楽しかった、ありがとうね。サンキュー。バイバイ。バイバイ。あ、返せよ、てか、おクリスタル返せよ、おい。出航です。俺のクリスタル。行ってきます。よし。クリスタル、ん、クリスタル、警察署まで。クリスタル、僕のクリスタル、警察署。僕のクリスタルは記念に、ほら、二人で持っとこうよ。ん、なあ、あんだけ、あんだけ、いや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 、照れ隠しやん。ん、照れ隠しやん。うん、あざっす。はい、送れ。おいおい、ちょっと待ってね。いやー、ヒーローの性格の悪さがなんかよく分かった気がする。え、性格の悪さ、終わってるわ。あー、僕を物みたいに扱うし。いやいやいや、冗談じゃないっすか、まったく。ちゃんと毎日、もう毎日ねるちゃんのこと考えてたよ。気持ち悪い、思ってないくせに。毎日寝る前にね、考えて、もう今日はねるちゃん何してんのかなって思いながら寝てたからね。うん、ないでしょ。いいよ、いいよ、もう。もう別の町にいてもずっと思ってたからね。思ってないやん。思ってた、思ってた。あ、あ、あ、もう、よいしょ。そう、デートしてた？デートみたいなものかな。デートっていうか、もうボロッっただけなんですけど。なんですか？え、二人ってカップルじゃん。あ、うん、チューできる？チューできる？どういうこと？チューしてみて、チュー。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。カップルは、カップルだったらチューできるっしょ。はい、カップルチューがなんか、え、カップルチューじゃなくて、もうそもそもカップルやんけ。いやいやいや、そうそうだよ、そうだけどさ。いや、だからチューしてみて。いや、で、人前にするものじゃないでしょ。え、そうなん。うん、そうだよ。いや、でもちゃんとさ、うん、カップルって証拠を見せてよ。おお。いや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 、証拠もなりは。じゃあ待ってるよ、ほらほらほら、おーおーおお、ほらほら、俺の顔、じゃあ顔でいく、ほら、ほら、あれ、ほら、ほら、ま、ほら、待ってる時の顔、ほら、お、間違おしてんだから、俺今、ほら見て、え、今チューしたよ、これ。え、ほら、え、ちょっと待って、気持ち悪い。気持ち悪い。俺の間違おちょっとちゃんと見て、間違お、ほら、待ってるか。やだ、キモい。待ってるじゃん、今。早くチューしてあげてよ。ほら、見て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 、顔。何よ。いや、ドアップで顔面見て。ああ、待ってるやん。やだよ、やだよ。やだよ。なんで嫌なの。ほら、気持ち悪い。気持ち悪い、早く帰って。
キモい。彼氏に気持ち悪いなんてひどいな。ひどい、ひどいなぁ、まったく。いや、それ以上にひどいことされてんのよ、僕は。あれ。じゃあまたな。じゃあな。元気だな。大丈夫ですよ。いいぞ。そうなんだよね。はい。ヘリでまでマウント取る気なんだ。いいじゃんこれ。ちょっと行ってくるわね、おとと。